ローション風呂を初体験。ぬるぬるすぎて。いや、本当にでも使ったことはなくて、うん、どうやるかわからなかったです。それはあれですか、ローションのやつですか？あ、ローションのお風呂はびっくりしました。あ、どうでした？ぬるぬるでした。怖い。ぬるぬる気がする。あのね、二人、あ、それじゃあ、ね、これですね。あ、これ。これ実際に本当に二人入ってますもんね、お風呂に。はい。それでこう、触って引きづらい。あの前は見れないです、大人の人は。ね、そうだね、逆ですからね。はい、まあ、一緒にね。どうでした？気持ち、気持ち。気持ちは気持ち、ちょっと高まるって感じでした。あげあげでした、あげあげ。言い方変えていいですよ、もっと。でも、みたいな。ぬるぬるで楽しくなっちゃいました。あ、でもやっぱそうですよね。楽しくなる。だって、もともとは何だっけ、入浴剤でもあったよね。普通に売ってる入浴剤。あ、あった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 。ちょっとホットになったりするやつとか。これだから一人で入って、自分の贅沢のためにっていう、日々の疲れを通すためにっていうふうにもできるんですよ。え、これをだから一人で。普通の入浴剤として。それが今言った、寝るね、楽しいなっていう感じ。あ、ないっていうことですか。一人で入ってましたよね。あ、一人で入ってたっけ、私。どういうことですか。プライベートじゃ交流ないですよね。いや、撮影中忙しいから、そんな遊びもない。あ、喧嘩がぼっぱりそう。あ、でも演技忘れませんでしたかっていう質問は。うまいね、聞き方。ああ、聞きたな、うまいよ。ああ、そういうことか、うん、演技忘れちゃうぐらい気持ちよかったとか。これでも答えに困りますね。そんな忘れてないですって言ったら商品がこう、ね、あーなんか、ね、忘れたって言ったらなんか初めから忘れてたよ。さっき聞いてたよね。多分同じ気持ちだと思います。なんか見られて撮られてっていうのがどっかにあるので、あ、だから大人が見てて気づらいっていうのと同じで、純粋に楽しいだけだとできないし、うん、そうね、すごいあの非日常の体験というか、あんまできないことをやったんで、テンション上がったのもありますけど、うん、あ、でもやっぱね、非日常は非日常だもんね、うん、そうですね、うん、すみません、柴田さん、はい、ちょっと放置プレッシャー。柴田さんはどうですか、使ってみて。試しました。あれ、監督もそれ入りな、ぬるぞになりながら撮ったんじゃないですか。みんなさ、ぬるぞな。これ一回も試せず、ちょっとこうやってやってみて。あ、あの手は入れました。あ、どうでした。あ、ぬるぬる。真面目ですね、皆さんね。そうですか、うん、撮影現場結構ぬるぬるすぎて大変でした。あ、そうだ、でもそうですよね。みんなカメラ、高いカメラ持ってるし、うん、こけたら確かに結構滑ってましたけど。登録登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録登録ニコ生ラブリサーチ。